今日最終日なんですけど、昨日今治に着いてから電車で松山まで来て、で松山城って言って、これ結構一番綺麗なお城の一つらしいんで撮ってきました。で、確かに、まあでも大体刀とこの防具甲冑っていうのは、こういったものが展示されてるっていう。でようやっと、今日最後ですね、これ。松山まで来て、ここから広島までフェリーで帰るんだけど、で自転車こうやって直接折りたたまなくていいんでよかった。もうね、結構これやっぱ折りたたむのがストレスで、このフェリーでも1時間以上かかるのかな。5時に出て7時半だから2時間ぐらいかかる。結構距離あるんですよね。そんなわけで、この際も怪我しないで無事終わったんでよかったです。